倉西徹のナイスな言葉攻め塾。ナイスですね。このコーナーは男塾ホテルグループホテルルトゥールナンバ305号室からお届けします。実践の皆様、お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。昭和最後のエレオトシ、村西徹でございます。アシスタントの君島美穂です。このコーナーでは AV 業界の生きる伝説村西徹塾長に、世間で話題になっている出来事や視聴者の方から送っていただいた悩みにナイスな言葉攻めをしていただき、その豊かな発想を参考にしてもらえればと思います。今回は視聴者の方からお悩みメールが届いております。ペンネームうろうろうさぎさん、女性の方からです。村西監督、君島さん、こんばんは。今お付き合いしている彼氏がおっぱい成人すぎて困っています。好きなアイドルも持っている AV も全部巨乳もの。でも私は残念ながら胸は小ぶりで、自分で言うのもなんですが、足の綺麗さとお尻には自信があります。監督、どうにか彼氏におっぱいではなく足やお尻の良さも気づいてもらう方法を伝授してくださいとのことです。監督、はい、まあ、これはね簡単でございます、はい、ね、なんというかね、この持っているものを全部ね全力投球していくといういい機会でございます、はい、おっぱいだけに頼らない、ね、昔私がね、育てた女優さんで一世を風靡したね黒木香織さんっていらっしゃった、うん、彼女は自分の武器に何をしたかというとね、うん、脇毛ですよ、はい、で脇毛をねどういうふうに使ったかというと、はい、そういう性愛のタイム、ね、このセクシータイムの時に脇毛にローションを、ね、これでここに入れてもいいわよと、これが始まっちゃった。まず男たちはね、普通脇毛でもっていくなんていう経験したことないけど、うん、絶妙にね締め緩めができる脇毛は、はい、ね、なかなかほらそんなね簡単にね脇毛ほどね締めたり緩めたりできないでしょ。脇はできるでしょ、はい、それでもって男たちを凋落していって、一度味わったらとてもじゃないけど他のね、あの女なんか相手にできないということは大変なブーム、うん、ともかく彼女を欲しい、彼女が好きだ、はい、彼女を離さないって言って大騒ぎになったことある、はい、だから彼女はね、単なるね AV 業界のみならず一般の文化人だとか芸能人とのお付き合いもあって、はい、だから彼女の和気を味わったっていうのは山ほど実はいたの。不思議だなんてこともならない、はい、そのようなちょっとしたね、なんかコーヒーショップのね、レストランでもいいですよ。お取りでも味わっていただけるんだから、脇毛だから、ね、はい、これで一世を風靡したってことだ。だからね、使わなきゃいけない、うん、何を使わなきゃいけないか、ね、知恵です、はい、頭でございます。で脇毛使ったことないの？使ったよ。ちょっとやってみな、うん、締めますわよ、ね、こういうね、入れますわよ、こう、うん、いくらでもできるから脇毛、はい、だから皆さん、使いようなんですね、脇毛一つでも、うん、でそこね、脇の下に毛を生やさなきゃダメだよ、ね、毛を生やさない、脇に永久脱毛かなんかしてんの？してます。で植毛しなきゃダメ、それで勝負をしていくというね、まあそういうことで挑戦の世界だからね、知恵一つでいくらでも可能性が開けてくるというのはこの精鋭の世界です、ね、では最後にうろうろうさぎさんに一言お願いします。はい、脇毛ファンタスティックナイスですね。このコーナーはホテルルトゥールナンバからお届けしました。